入駒慎吾の無痛分娩大学院へようこそ。無痛分娩プラクティスガイドリニューアル版の36回目、初期鎮痛もいよいよ最後の、麻酔法になります CSEA について解説させていただきたいと思います。 CSEA とはから始まり、まあ、実際のね、初期鎮痛のやり方、どんなお薬をどれぐらい使うんですかっていうのと、その後 CSEA ですから、その硬膜外麻酔ね、硬膜外カテーテルを使った、まあ、麻酔に切り替えていく、これ PCA の乗り換えとちょっと言わせていただくんですけども、この順番で、説明させていただきます。で、この CSEA という麻酔法は、この無痛分娩においては非常にこの手術麻酔と考え方が違うんですよね。手術麻酔では、はい、ね、CSEA、無痛分娩においての CSEA、 意味が分かったでしょうかね。このね、麻酔法4つを比較することによってよくわかるっていうやつで、この CSEA というのは左から3番目に書いてあるように、初期鎮痛のスピードはやや速い。ね、咳間と同じですね、咳間で。で、これ投与する薬剤によってそのスピード感はまあ変わるので、初期鎮痛の強さとスピード感がまあ変わるということですね。硬膜外、DPE に比べてバリエーションが多いんですね。はい、バリエーションが多くて、その最初のね、黒板に書いてあったように乗り換えっていうこともあるので、すごくね、主義としてもちょっとだけ難しいんですけども、その後のバリエーションが多すぎて、この私入駒慎吾は一時施設での CSEA はあまり進めておりません。ややこしいんです。はい、で、ややこしい中に、致死的合併症なども、隠れて潜んでいる場合があるので、致死的合併症になる状態がですね、見つけられないってこともあるかもしれないんで、まあ、おすすめしないということになっていますね。一個だけルールがあります。これ一個だけルール。これ世界中で決まってるわけじゃないけど、一般的に、まあ、大体総量が 2cc ぐらい。ね、総量が 2cc ぐらいです。何をどう混ぜようとも 2cc と、これだけ覚えておいてください。ね。で、0.5% マーカインと、フェンタニルを足して使いたいって方もね、いらっしゃるんですね。はい。私も最初の頃はね、こう足して使ってたんですけど、これは大負けに負けても、その足した量が 0.8 までです。トータル 2cc にするために、残りの、量を、生食を補ってください。例えば 0.5% マーカーに 0.5cc のみであれば、生食は 1.5cc ですね。これ、一過性胎児徐脈ですね。これは、急激な鎮痛がトリガーとなりますので、硬膜外麻酔単独とか DPE よりも脊髄くも膜下腔に薬剤を投与して、急激な鎮痛を測った時により多く 見られますね。はい、いかがだったでしょうか。これはね、ダイジェスト版になるんですけれども、前編をご覧になりたい方はぜひ E-M2 クラブにご入会ください。キャンプファイヤーの申し込みサイトから、申し込みができますので、この後の、説明を見てください。それではまた。葛藤の中で歩み出した道のりは苦難の連続だった。世界へ行ってらっしゃい。しかし支えてくれる仲間がいた。賛同してくれる応援者がいた。痛い時間長いじゃないか。その歩みは止まらず、その意志は揺るがず、無痛分娩の安全性向上のために進み続ける。LA ソリューションズ。